ソフィーのアトリエ、不思議な本の錬金術師。続きから始めるの。へえ。今は外に行ってる場合じゃないよね。プラフタに隔離用の羅針盤を使わないと。今は他にやることがあるかな。ソフィー、行くよ、プラフタ。はい、よろしくお願いします、ソフィー。うん、お願い、隔離用の羅針盤、プラフタの魂を導いて。プラフタ、うん、ソフィー、どうやらそのようですソフィーと同じ目線で立つというのはなかなか新鮮な感覚ですね私もだよ。隣にプラフタが立ってるなんて夢みたい。何を言っているんですか、ソフィー。これは夢ではなく紛れもない現実です。あなたが叶えてくれたこの上もない素晴らしい現実なのですよ。改めてお礼を言わせてください、ソフィー。私に再び体をくれてありがとう。私のために頑張ってくれてどうもありがとう。プラフター、よかった、よかったよ。ソフィー、泣くようなことではありません。喜ばしいことなのですから。どうやら収まったかな。ソフィーのやつ急に泣き出すんだもんな。こっちがびっくりしちゃったよ。ほらオスカー、そういうことを言わないの。頑張ったんだから少しくらい泣いたっていいじゃない。いいものを見せてもらったね、アトミナ。ええ、感動したわ、レクレット。でも成功してよかったよ。正直言うと私ちょっと怖かったんだ。人形の部品はみんなに作ってもらったものでしょ。みんな一流の人たちだから失敗はないと思ってた。でも隔離用の羅針盤だけは私が作ったから、もし失敗したらって不安だった。もし失敗してプラフタがいなくなっちゃったらまたアトリエに一人になっちゃう。私は一切不安などありませんでしたよ。ソフィーのことを信じていましたから。プラフタ、うん、ありがとう。あ、そうだ、手伝ってもらったみんなにもプラフタのこと見せに行こうよ。いえ、ですからそれほど大々的にする必要は。いいから、ほら行くよ。おいおい、あの二人完全にオイラたちのこと忘れてやがるよそうね、でも二人とも嬉しそうでよかったわ。そろそろ帰ろうかとも思ったけれど、さすがに家主に挨拶もせずに帰るのはどうかしら。そうだね、アトミナ、仕方ないから二人が帰ってくるまでお茶でもして待っていようか。それがいいわね。じゃあお茶の準備をするわ。鳥たちのさえずりが目
しい一日が始まる。窓辺に咲く花が朝露に濡れてキラキラ輝いてる。手をつないで街を行けば胸が踊るようにときめいてくすぐったくて不思議。遅い！いつまで待たせるつもりなの？あれ？モニカ？みんなも？ソフィーたちを待ってたのよ。いきなり出て行っちゃったから帰るわけにもいかなくて。おいらお菓子の食べ過ぎでお腹パンパンだよ。まさかこんなに長いティータイムになるとは思ってなかったよ。そうかしら。私は楽しかったから構わないわ。ごめんつい話し込んじゃって。いえ、ソフィーだけのせいではありません。私も久しぶりの会話につい盛り上がってしまい。もういいわ。それじゃあ私たちはそろそろおいとまするわね。うん、今日はありがとう。あと本当にごめんね。いいっていいって。その代わり今度また八百屋を手伝ってくれよな。ソフィー、今日は実に素晴らしいものを見せてもらったよ。それじゃ。さよならソフィー。アトミナ。ええ、ネクレット。もうすぐ私たちの願いが叶う。ねえクラフター、前にした約束覚えてる？約束ですか？あ、それはもしかして。人になったら一緒に遊びに行こうっていう約束。まあ人じゃなくて人形だけど。どうかな。そうですね、ぜひご一緒させていただきます。よかった。じゃあ早速出かけよっか。あ、ほら見て見て、あそこ面白そうなもの売ってるよ。もう安心して近づけるし、見てみようよ。そうですね、見てみましょう。どう？プラフターホルストさんのお茶、いい香りでしょう。はい、とても上品な香りがします。味も美味しいんだよ。プラフタ、飲んでみなよ。この体は飲食をしても問題ないのでしょうか？大丈夫だよ多分。いやー面白かったね。はい、様々なものを見ることができましたし、ソフィーとのお茶も大変素晴らしい経験でした。こんなにはしゃぎ回ったの久しぶりな気がするよ。そうですね、私の場合500年ぶりでしょうか。人の姿とは
これほどまでに楽しいものだったのですね。こんなことを思い出せたのも、すべてソフィーが私に体をくれたおかげです。プラフタが喜んでくれたなら、私も頑張った甲斐があったよ。でもね、まだまだこれからだと思うんだ。だってプラフタの記憶、まだまだ戻ってないでしょ。だからね、まだここは中間地点なんだよ。最終目標はプラフタの記憶を全部取り戻すこと。だって約束したもんね。ソフィー、そのために私、もっともっと錬金術頑張るからね。材料はどれにしよう。これでどの釜を使おう。あ、これ、あ、これ悪くないかも。これでいい。うん、パパッとして。どの特性を引く。これで大丈夫。これでよしか。プラフタ、いるかしら。ここにいますが、私に何かご用ですか。ええ、あなたにすごく大事な用事があるのよ。プラフタに大事な用事？一体何だろう。今日は私の服を着たプラフタを見に来たの。この間はあまりじっくり見られなかったから。そういうことですか。いいよねプラフタ。まあ特段構いませんが。やったわ。それじゃあ早速。いいわね。やっぱり似合ってるわ。でも伸縮するとはいえ少し小さかったかしら。こことか食い込んじゃってるわね。レオン、あのそこまでジロジロと見られるのは、その少し羞恥心が。ごめんなさい、私ったらつい。あ、いえ。ねえプラフタ、この服を着てみた感想を聞いてもいいかしら。感想ですか。動きやすく着心地がいいです。私としては大変気に入っています。プラフタったらよっぽど気に入ったのか、たまにお洋服見つめてはニヤニヤしてるんですよ。ソフィー、いつ私がそのようなことを。しょっちゅうしてるじゃん。いいなぁ、私もレオンさんにお洋服作ってもらいたいな。そう、そこまで気に入ってくれてるなら私も嬉しいわ。さてと、満足したから私は帰るわ。それじゃあね、二人とも。ソフィー、改めて聞きますが、いつ私が自分の服を見てニヤニヤなど。さてと、そろそろお仕事しなきゃな。ソフィー、どこで見たのです。言いなさいソフィー。何を作ろの依頼を引き受けてくださるのです。
あり。それで。よし、プラフタかけたよ。わかりました。では見せてください。どう？何か思い出せそう？はい、ソフィー。また一つ思い出したことがあります。本当？やったね。今度は何を思い出したの？あまり大したことではないのですが、私が人だった頃に好きだった食べ物は土芋の入ったシチューでした。うんうん。え、思い出したのってそれだけ？それだけです。そっか、プラフタシチューが好きだったんだ。はい。あ、でもでも一応記憶はまた戻るようになったみたいだし大丈夫。ちゃんと前には進んでるよ。うん、この調子でどんどん記憶を取り戻していこうね。はい、よろしくお願いします、ソフィー。あとさ、今日のご飯シチューにしようか。話してたら食べたくなってきちゃって。そうですね。頑張って。よし、何を作ろうかな。品質を測ることが可能だと思います。うん、これでもっと細かく分析しながら調合ができるよ。どんなもの作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで釜はどれにし、よーし、いいこと起こりそう、いいこと起こりそうのよ。うまくいってるよ。おお、何かすごそう。これ、これじゃ一気に仕上げ。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。どうしたソフィー、いつも以上に騒々しいじゃないか。
あのね、プラフタのこと改めてお礼を言おうと思って、プラフタのネジ巻きを作ってくれてありがとう。ああ、そのことか。半信半疑だったんだが、本当に実現させてしまうとはな。お前がプラフタを連れてきた時はさすがに驚いた。うん、でもプラフタを人形にできたのもハロルさんがネジ巻きを作ってくれたおかげだよ。私、本当にハロルさんに頼んでよかったと思ってるんだ。そうか。実はな、ソフィ。うん。自分でも不思議なんだが、あのネジ巻きを作っている時、少し楽しかったんだ。へえ、そうだったの？あれだけ嫌がってたのに。ああ。正直、あのネジ巻きは作るのに苦戦してな。かなり苛立っていたはずなのに、それでもどこかでネジ巻き作りを楽しんでいる自分がいたんだ。なぜだろうな。時計いじりは嫌いなはずなのに。ハロルさん、本当は時計いじりのこと嫌いじゃないんじゃない？バカを言え。時計いじりなんて大嫌いだ。そこは譲らないんだ。でも本当にありがとうね、ハロルさん。ああ。どうした？ソフィー、ちょっとね、ちょっとだけね、聞きたいことがあるのだけど。なんですか、レオンさん、聞きたいことって。あなたってどんな服が好みなの？はい、急にどうしたんですか？いえ、特に理由はないわよ。ただ少し気になっただけだもの。服の好みか。難しいですね。ほら、こんな色がいいとか形がいいとかいろいろあるでしょ。色は明るい色がいいかな。形は特にこだわらないけど、動きやすいのが好きです。うんうん。他にはないのかしら。そうですね、あとは。なるほど、よくわかったわ。ありがとう。いえ、すいません、まとまりがなくて。でも、私の服の好みなんか聞いて何かの役に立つんですか？とっても役に立つわよ。そうなんですか？それは一体どんなことに？それは、まあ、一緒。とにかく、ご協力に感謝するわ。内緒って言われると気になるな。あ、ソフィーさん、あれからいろいろ考えました。何の話だっけ？お店の話です。どうやったらもっといろいろ売れるようになるかです。ああ、その話ね。今まで何度も同じ考えになったですが、やっぱり量販店は売り物も買ってくれる人も限られすぎです。もっと普通の商品も増やさないとダメだと感じたです。やっぱりそうだよね。普通の商品を増やして、それを買ってもらいながら量販店のことも知ってもらうという形で考えています。いいんじゃない、それ。私もどんな商品が並ぶのかちょっと楽しみだし。何を置くかは全然考えてないです。でも雑貨屋みたいなものなので、あんまりこだわらずにいろんなものを置いてみようと思います。すぐには揃わないと思うので、少しずつですけど。じゃあ
楽しみに待ってるね。新しい。また。依頼、どの依頼を引き受けてくださる。ありがとうございます。ありがとう。それではまた。フリッツさん。おお、ソフィーか。どうかしたのか。私、フリッツさんに改めてお礼が言いたくて。プラフタのこと、ありがとうございました。プラフタもすごく気に入ってるみたいですよ、あの体。それは何よりだ。私もこだわった甲斐があったというものだな。どうだ、もしよければこれから私がこだわった箇所について一つずつ話をしようか。それはまたの機会に。そうか、それは残念だ。しかしプラフタの体作りは私もいい経験になった。まさか人形に魂を宿らせることができるとは。錬金術とは本当にそこが知れんな。そうですね、私もまだそこまで錬金術には詳しくないけど、でも錬金術って本当に夢みたいな力だなって思ってます。私は門外漢だから参考にならんかもしれんが、君は筋がいいように見える。せっかく持ち得た素晴らしい術だ。このまま修練を続けるといい。はい、ありがとうございます。しかしプラフターを見て思ったのだが、自立して動く人形というのもいいものだな。今度人形劇に取り入れられないかどうか考えてみるか。それも面白そうですね。おう、新しい。この木ってこの町ができた時からあるのか。すっごいお年寄りなんだね。よう。やあ。な、ど、これな、な、何を作ろうかな。